ちは、かよです。今回はこんな感じのメイクアップをしてみました。前回の MAC 購入品紹介で紹介したコスメをたくさん使って実際にメイクしてみました。限定で今発売されている商品をたくさん使ったので、よかったらね最後まで見ててください。ということでどうぞ。メイクの始めにこちら最近ハマってるカラコンを使っていきたいと思います。はい、左右の比較こんな感じで、そこまで色がちょっと変わるぐらいですよね。はい、入れてみました。こんな感じ、痛くはないんですけど、ちょっと慣れ、あんまりね慣れてなくて、まだ入れるのに。ベースから塗っていきます。まずこちらですね、ストロボクリームのシルバーライトを使っていきます。こんな感じの結構ツヤ感がすごい綺麗な保湿力高いクリームです。これ SPF とかは特になさそうですね。ベースからねこういうツヤ感が綺麗なやつを使うと、ちょっと時間が経ってこうファンデーション、上に乗っけたファンデーションとかが馴染んできたぐらいの時にすごいね下地から発光されるこうハイライトみたいな光がこう出てきて綺麗に見えます。なんかよれてテカってるっていう光とはまた違うんですよね。やっぱりこうベースに仕込んでるこのハイライト効果は。そしたらですね、今回こちら前回紹介したスタジオパーフェクトハイドレーティングクッションコンパクト SPF50 を使っていきます。私は N の18番っていうカラーを使ってます。まだね買ったばっかりなんですけど、すっごいねたっぷり液が入ってて、結構ね案外カバー力もあって気に入って使ってます。私は結構明るめの色味を購入しました。好みにもねよると思うんですけど、私は自分の肌よりもちょっと明るめのファンデーションの方が好きなんですよね。ペタペタしてるんですけど透明感があるような感じで、ツヤ肌好きの人が好きそうな感じですね。でツヤ肌に仕上がる割にはカバー力もあるかなっていうぐらいで、なんか MAC 他のクッションとかもいろいろ出てるみたいなので、そうコメントでもねおすすめしていただいたクッションが他にもあったので、またね MAC の他のクッションも試したいなと思います。やっぱ他のブランドとかもいろいろ使ってるんですけど、 MAC 大好きですっていう方がやっぱり多いですよね。コメント欄でもみんなすごい、私もマック大好きでそれもそれもそれも買いましたみたいな人もすごい多くて、それは嬉しいです。やっぱマックいいですよね。パッケージがかっこいいからテンション上がるし、結構なんか最近限定も一個一個こうテンションが上がる模様だったりとか、まあ、前からね好きなんですけど、最近特に今年に入ってからのシリーズとか好きですね。ツヤ感すごくないですか。すごい綺麗に塗りました。でここにねニキビっぽい赤みがあったんですけど、そんなに目立たないからそのままパウダーでいいかなって思います。でパウダーが残念ながら MAC で購入してなかったんですけど、ちょうどね最近新しく買って割と気に入ってたものがあったので、そちらを紹介します。エテュセのフェイスエディション、こんな感じに中にパフがついていて、ちょっとこのパッケージと同じぐらいなベビーピンクだけどほぼ白ぐらいのパウダーが中に入ってます。私エテュセがリニューアルしたっていうことはしてたんですけど、リニューアルして売られている商品を実際にね目で見たことがなかったので、そのポップみたいなのがもう立っててエテュセのコーナーができてたんですけど、めちゃくちゃ可愛いですよね。エテュセリニューアルしてすごい可愛くなって、何このブランドと思ったらエテュセで、と思って、今日はまあ MAC がメインなのでそんなメインでは紹介しないんですけど、またね需要があれば紹介させてください。最近のドラッグストア購入品とか使っちゃっててもよければまた紹介しますね。眉毛はこちら MAC のスモールアイシャドウ ×15 っていうパレット、これ前にねなんか旅行行った時に免税店で買ったんですけど、こんな感じで結構ね紫とか黒とかいろんな色が入ってます。これの、マットの茶色らへんを使って眉毛描いていきたいと思います。紹介し忘れてたんですけど、前回 MAC を、ね、大量買いしたらこちら MAC のねあのミラーがついてきました。おまけみたいな感じで MAC って書いてある、すごくないですか。かっこいいでしょ。今日はこれを使いながらメイクしていきます。で眉毛描いて、今はこことここのカラーを混ぜて眉毛描きました。ちょっとグレーみを足したブラウンって感じの色です。そしたら眉マスカラはキスミで使っていきます。眉毛のマスカラとパウダーが MAC ないですね。まだ縛りメイクできなかった。パウダーね昔持ってたんですけど粉々に割れちゃったんですよね。なんかプレストされてるタイプのこういうパウダーファンデーションみたいなやつ持ってました。
シーク塗ります。今回買った中でもだいぶお気に入りのグロープレイブラッシュのブラッシュプリーズです。こんな感じのねプニプニ系のシークです。今日は最近濃いメイクをね、まあそれを動画にしてるかって言われたらしてないかもしれないんですけど、濃いメイクを結構立て続けにしてたので、今日はワントーン目なちょっと落ち着きのある統一感のあるメイクに仕上げていきたいかなと思ってます。しっかりグラデーションは作るんですけど、カラフルなっていうよりかはちょっとこうワントーン目な感じですね。結構気分を上げるために最近お家の中でもすごいね派手めなメイクをしてたんですよ。そしたらなんかこう甘いもの食べた後しょっぱいもの食べたくなるみたいな感じで、なんかすごい派手なメイクばっかりしてたので、すごいその反動で透明感のあるちょっと抜け感のあるようなナチュラルメイクがしたいなっていう気持ちになってます。はい、こんな感じで、でちょっと鼻の上にもちょんちょんちょんってつけて、それを別の指で自然になじませる感じ。あとちょっとだけこの上にも、はい、こんな感じです。まあ日焼けメイクではないんですけど、ちょっとね統一感を全体的にふわっと合わせてみました。上からねパウダーをちょっとこうつけたいので、グラデーションみたいな感じにしたくて、こんな感じの6色のやつのこの下の真ん中を使います。こんな感じで今塗ったのの上にふわっと乗っけてあげます。かわいい、ちょっとツヤ感もプラスされていい感じです。キストラディメンションスキンフィニッシュエスパーオブギルトを使っていきます。模様が入っている限定のやつなんですけど、これ自体はね定番で売られているカラーみたいですね。めちゃくちゃ綺麗ですよね。結構しっかりプレストされているので、意外とね使っててもまだ消えてないです。これをですねこういうちょっと細長い小さめのブラシ、ハイライトをのせるのにふさわしいこういうブラシ、これはドゥーケアのものですね。ゴールド系のハイライトなんですけど、ブラシでねのっけた方が馴染みます。なんかね昨日の動画で、指でのっけるよりパウダーでのっけた方が馴染みそうですって言ったんですけど、指でのっけるよりブラシでふんわりとのせた方が馴染みやすそうなカラーですって言いたかったんですよね。何を言ってるんだって感じで後から見て思ったんですけど、指でのっけると結構ゴールド感がねしっかり出ちゃうので、まあそれも可愛いんですけど、普段使いしたい方はこうブラシでねサササササーっとのっけた方がよりナチュラルに使えるかなっていう感じです。結構ねこういう細めのブラシだと眉の上とかにものっけやすくて、あとはおでこ結構ナチュラルにキラーンとなります。ナチュラルではないかな、しっかりめにキラッとなります。でもねラメがぎっしりっていうよりかはツヤ感っていう感じなので、そんなにこう不自然なギラギラ感ではなくて、私的には使いやすいです。アイメイクやっていきたいと思います。アイメイクはこちら、まあ、昨日もね紹介したので1色ずつは手に出さないんですけど、こんな感じの全部で9色入ってるスモールアイシャドウのクリエイティブコッパーっていう限定で発売されているパレットを使っていきたいと思います。まずはこちらの一番明るいカラーをベースに使っていきます。クリーム色っぽい色がつきます。はい、こんな感じ。次にこちらのブラウンカラーを使ってきます。はい、こんな感じで自然にグラデーションを作ってみました。はい、したらこちらの黄色っぽいカラーを筆にとって、ちょっとこの際の上の部分にキワに足していきます。はい、こんな感じでちょっと黄みのあるような茶色のグラデーションになったかなと思います。目頭から真ん中ら辺にかけて、こちらのゴールドカラーを使っていきます。これは指でのっけていきます。はい、こんな感じですね。こちらのカラーとこちらのカラーをちょっと混ぜて、ちょっと赤みがあるようなブラウンに手でなじませてから際に塗っていきます。あくまでもこのコッパーカラーはちょっと赤みのあるブラウンぐらいな感じで使いたいと思います。
はい、こんな感じです。そしたら目の下にはゴールドカラーとこちらの黄色をちょっと混ぜて、はい、こんな感じです。そしたら目の始まりのところはこの一番明るい黄色のカラーをちょっとつける程度でいいかなと思います。そしたらまたこちらのカラーをブラシにとってもう一回ぼかし役として最後にふんわりとのせます。はい、こんな感じです。はい、ちょっと遠くから見るとこんな感じですね。今回はクリエイティブコッパーの結構ねゴールド系のちょっと黄み強めなブラウンが多かったので、あえてあの色味はほぼ使わずに、まあ、ここは若干混ぜて使ったんですけど、ほぼほぼ使わずにブラウン系のグラデーションをね作ってみました。これだったら全然職場とか、まあ、リモート会議とかで、ね、全然目立たずシンプルにグラデーションアイみたいな感じで、使えるんじゃないでしょうか。すごい使いやすいパレットなのでおすすめです。シェーディング、こちら MAC のミネラライズスキンフィニッシュのナチュラルのミディアムディープを使っていきたいと思います。なんか昔はねこの色がすごい濃くて、まあ、使えないなって思ってたんですけど、最近結構ね濃いシェーディングも意外といいなっていうことに気づいてきて、そうだから、まあ、もちろん加減は必要なんですけど、これもね使えるようになりました。やっぱ丁寧にね時間をかけてぼかしていけば、そこまで濃くてもね馴染まないことはないですよね。はい、こんな感じで削り取りました。ノーズシャドウはこのパレットのここのちょっと黄みがあるんですけど、ここのようにしてみようかな、この端の。ぼかして、うん、全然シェーディングにも使えるカラーですね。ブラシで取った後にちゃんと手でこうチョンチョンチョンってちょっとこう払ってあげてからシェーディング入れるといいかなって思いました。ビューラーしていきます。 MAC のマスカラはそこまでお気に入りのものはなくてですね、結構カールキープ力ないですよね。なんかこうあんまり RMK とかくらいしかデパコスでカールキープ力あるのって少ない気がして、アンプリチュードも色は可愛いんですけどカールキープ力はまあまあだし、ディオールとかも全然ないし、ボリュームはすごい綺麗に出るんですけどカールキープ力全然ディオールないので、まあ、シャネルはなんか下地マスカラ下地いい感じって噂は聞いたんですけど、もう使ったことなくて、なんかマスカラはもしかしたらプチプラの方が優秀なものが多いのかもしれないですね。なんかいい成分とかいっぱい入ってるとカールキープ力がなくなっちゃうのかな。はい、で1回ガッと上げたらエテセのマスカラ下地を使ってみたいと思います。これね使ったんですけど、そこまでこれもカールキープ力なんかまあまあで、ちょっと今日もう一回使って試してみようと思います。でもさ、マスカラ下地でっていう名前なのにあんまりカールキープ力ないなってことあると思ってでこれは繊維が入っているので、ちょっと間違って目に入ったりすると痛そうなので気をつけてください。でこれの なんでこれを買おうと思ったかっていうと、エテセリニューアルしたの初めて 見たって言ったじゃないですか。でその時にこのマスカラもあって、マスカラ下地なのにピンク色なんですよこれ。でそれがすごい可愛いなと思って、なんかヒロインメイクのマスカラ下地愛用してるんですけど、ブルーっていうかなんかちょっとネイビーっぽいちょっと暗めな色味がついてるマスカラ下地を使ってて、ネイビーっぽいからなんかピンクとかそういう暖色系のカラーマスカラの下地として使うときにちょっとどうしてもね邪魔しちゃうっていうか、下のブルーがねちょっとやっぱ出てきちゃって透明感が出なくなっちゃうんですよ。だからピンクとか暖色系のマスカラ、カラーマスカラを使うときは
っぱり暖色系のマスカラ下地か、もしくは透明のマスカラ下地がいいかなって思ってたんですけど、そうだから久しぶりにねキャンメイク の, あの透明のマスカラ下地も最近また買い直したんですけど、たまたまこのエテセも見つけたので、エテセの下地はどんなもんかなと思って買ってみたんですよ。でもまあどうなんだろう、まだ1回しか試してないけど、あのキャンメイクとかヒロインメイクの方がカールキープ力高いかなっていう感じはあったんですけど、正直色味はねすごいね、普通にカラーマスカラとして使えそうなぐらい可愛いです。カールキープ力も全くないわけじゃなくて、まあ、ちょっと他のマスカラ下地、すごく優秀なマスカラ下地と比べると若干落ちてる気もしなくもないなぐらいなので、まあ、ちょっとの差なんですけど、こんな感じ。これがどうなるかですよね。今は結構上がってるんですけど、ピンクなの分かりますか？こうやって見ると結構コームの部分にピンクがついてるんですけど、でマスカラやって、リップ今日はこちらオーバーザトープを使います。若干いつもよりオーバーリップ気味に引いてみました。せっかくなのでこのピンクを生かそうと思います。こちらのヒロインメイクのロング&カールマスカラアバンストフィルムのちょっとピンクっぽい色味、紫かなみたいなカラーを使っていきます。すごい可愛くてお気に入りです。はい、こんな感じです。結構伸びてますね。意外となんか前回使った時よりもカールキープもされてるかも。上まつげよりも下まつげの方がなんか最近勢いがすごいんですけど、逆にしてほしいぐらいなんか下まつげの成長がすごい著しいですね。はい、こんな感じで今日のメイクが完成です。イエーイ。はい、ということでほぼほぼマックでメイクしてみました。パウダーとあとはマスカラ下地と眉マスカラだ、その3つを全部買えばやっとマック縛りができそうな感じになりますね。アイシャドウとかばっかりこうね買っちゃうので、なかなかねこうベースアイテムとかパウダーとかねなかなか買わないんですけど、マックの商品定番も限定も持ってるので、もっとね動画でもマック縛りメイクじゃなくてもいろいろねメイクで使っていきたいなと思います。はい、ということで着替えてからまた戻っていきたいと思います。あとねこのパジャマ、前回すごい着てたら質問が来てて、どこのですかって、これポシェで発売されてるパジャマなんですけど、まあまだ夏ちょっと夏服寒いかなっていう方は上にパーカーとか着て今から私は使ってます。このねオレンジのラインが可愛いですよね。ちょっとボーイッシュなんですけど、なんかこの微妙なブルーグリーンっぽい、ブルーなのかグリーンなのかちょっと不思議な深い色がすごい可愛くて、この深い色とオレンジがマッチしますよね。はい、ということで戻ってきました。これで今日のメイクが完成です。イエーイ。はい、こんな感じのメイクになりました。このクッション私は割と好きですね。乾燥も感じないし、で粉をねしっかり上にパフパフしたんですけど、それでもね自然な発光っていう感じでいい感じのベースになってます。こちらの今限定で発売されているアイシャドウパレットを使ってグラデーション作ってみました。こういうねブラウン系のアイシャドウがしっかり入ってるパレットはグラデーション作りやすくていいんじゃないかなと思います。カラーものもね入っているので、夏にもねポイントメイクもできるし、グラデーションにもワンポイントこう入れたりとかしても可愛いかなと思います。チークもすごい可愛いです。重ね付けで粉のチークを上に塗ったんですけど、これ1個でもね問題なく使えます。これ自体には別にこうラメがついてるとかではないので、どちらかといえばツヤっていうかこうふわっとした感じ、可愛いです。これもお気に入り。マックは学生の頃からねリップもアイシャドウもお世話になっているので、もうね粉質がいいこととか質感が好きなことはもう分かりきってるんですけど、まあ、最近はね特にパウダーキスみたいなマットなのに乾燥しないっていうような、ね、商品も出てきて、最近はそういう質感もね結構変わってきていて、乾燥しにくいものも増えてるんじゃないかなと思います。現にね私も唇の縦じわがめちゃくちゃ目立ちやすいタイプの唇なんですけど、パウダーキスのマット感はふわっとしてて全然縦じわが目立つようなマットではないので、マットでクールな感じを楽しめるけどでも乾燥はしないっていうね、いいとこ取りなリップなんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じのメイク記録でした。今回もご視聴ありがとうございます。
この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもね毎日更新しているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。